生と申します。僕はですね、ワンワールドのビジネスクラスにて399日間の51カ国の世界史を達成しています。まあ、トータルで海外は60カ国、旅行しています。で、世界一周した際にですね、この写真と名言を用いて本の出版もしています。よければね、この安らぎの絶景癒しの名言という本を木村聖という名前で出しているので見てください。またですね、ノートというツールを使って、まあ、一般人がどうしたらこの本を2冊も出せたかっていう、商業出版の方法について書いているので、気になる方は見に来てください。それでは行ってみましょう。改めまして、生と申します。世界一周26カ国目チリ編をお伝えしていきたいと思います。25カ国目がアルゼンチンにいました。で、アルゼンチンのエサイサ国際空港から、チリの方に移動していきます。で、ここでね、ラウンジを利用します。僕自身はね、世界一周航空券のビジネスクラスと、プライオリティパスカードを持ってたので、大体どこの空港でもね、ラウンジが利用できましたね。無料ですね。はい。で、このようにね、いろいろあります。お酒飲めないんですけど、僕自身はね、パンが好きなので、サンドイッチとかね、甘いパンがあればどこでも生きていけます。で、この後ね、ラン航空のビジネスクラスを乗っていきますね。はい。で、移動していくんですけれども、まあ、ちっちゃいね、飛行機だったので、これぐらいのビジネスなんですけれども、まあね、ちょっと飛行機乗って移動するには十分な広さですよね。はい。で、このようにね、南米の山々ってめちゃめちゃ高いんですよね。そこを越えていくっていうのが、この、景色で見られて、あ、すごいなって思いましたね。で、実際ね、アルゼンチンで滞在してたのは、この日本旅館っていうところですね。もう現在ね、なくなっちゃったんですけれども、本当にかき氷作ってくれたりとかね、本当に日本らしいもので おもてなししてくれて、本当に楽しかったですね。で、ここで旅人にもたくさん出会えて、情報交換もできて、本当に楽しかったです。はい。で、実際世界一周26カ国目のね、チリ編なんですけれども、まずね、サンチアゴっていう首都からイースター島に向かいますね。で、この1月から3月は、本当にイースター島大人気なんで、普通にね、航空券取るのも大変です。多分直前だと取れなくて。ただ、裏技としては、この世界一周航空券を使って早めに予約をしておくと、安い単価でね、予約できて、席も確保できますね。特にね、僕はビジネスクラスだったんですけど、ビジネスクラスはね、さすがに高いので、利用する方少なかったんで、席は空いてましたね。ただ、エコノミークラスの方は本当にいっぱいでね、一緒にね、近く泊まってたアルゼンチンで出会った子でも、イースター島のチケットが取れないとか、片道かな、往復かな、20万ぐらいかかってしまうとか言ってましたね。でもね、日本人にとってね、このイースター島なんて日本から本当真逆の方にあるところなんでね、一度は行ってみたいですよね。で、泊まった宿はね、イースター島に唯一日本人宿のハレカポネっていうところがあったので、そこを利用しました。はい。で、これがイースター島ですね。天気も良くて、本当に、あー、イースター島に来たんだと思いましたね。これ街のね、周辺の本当に近くのところなんで栄えてました。本当ね、ゆったりしたね、ところでね、もう、のんびりできます。はい。で、あちこちにモアイがあるので、歩いていてもね、本当にゆったりできるとこですね。このようにモアイを見ながら、これ街中ですね。はい。このように街中でもショッピングできたり、観光できたり。で、これね、よく僕が食べてたパンなんですけど、1個100円から200円ぐらいかな。この中にね、肉が入ってたり、いろんな魚系が入ってたりっていう感じでしたね。これをよくメインどころで食べてましたね。で、早速ね、モアイを見に行きます。まず、トンガリキっていうとこですね。1960年のチリ沖大地震の津波によってモアイは押し流されちゃったそうなんですよね。ただその日本のね、クレーンメーカーただのがね、協力して建て直したっていうところですね。これ有名ですね。はい。多分多くの方がこれを見たことあると思うんですけどね、日本人がモアイっていうとここのシーンをね、よく見ますよね。これをね、日本のメーカーが建て直したってことですね。もう一回倒れちゃった時も建て直したみたいで、あとね、その時にその重機もね、無料でプレゼントしたっていう逸話がありますね。だから日本人めちゃめちゃ感謝されてるっていう話をよく聞きますね。だから世界ね、各地でそうやって日本が貢献してるって話を聞くと、やっぱ日本人としてね、なんか嬉しいですよね。はい、ここを、見に行きました。いいですよね、この並んでて13体だとかね、15体いましたね。はい。で、このようにちょっと下がってみると、こうやって倒れてるモアイもちゃんとあってね、並んでますね。で、次、ラノーラドゥクっていうところにも行きました。ね、イースター島は海底火山の噴火と隆起でできた島だそうですね。はい、このように、ボコボコっとね、この山の中にね、イースター島が、イーセーモアイがね、あちこちあるんですよね。で、多分日本のね、雑誌とかね、で見ると、このシーンがよく出てくると思いますね。はい、これがいましたね。このモアイがいました。で、あちこち本当モアイがいて、こういう倒れてるね、モアイもいたり。で、ちょっと外を見るとね、海が見えたりと。本当にってことですね。これがね、唯一かな。正座してるモアイっていうことでしたね。ほら、このように正座してますよね。で、後ろから見ても可愛いんですよね。何かちょこんと座ってて。なんか癒されますよね、こういうのは。あとね、この辺になんか美女たちが写真撮ってたので、こう思わず撮ってましたね。はい。でね、イースター島って他にもね、おすすめなとこがあります。このラノカウってところ、火山湖があるんですけれどもね、ここもぜひ行ってもらいたいですね。ちょうどね、この時に、ね、君の名はがめちゃめちゃブームだった時期なんですけれども、君の名のモデル地ではないかって一時期噂もありました。もちろんね、高山の方のがモデル地になってると思うんですけど、ここもね、モデル地候補の一つじゃないかって噂がありましたね。とにかく本当ボコーンとね、ここだけなんか何かが落ちたのかっていうぐらいへこんでるんですよね。
ここはね、街からちょっと歩いていける距離なんで、ぜひ行ってもらいたいですね。で、もう一個ね、アナケナビーチ、ピンクビーチって言われるとこにも行ってきましたね。はい。このようにモアイも絶対いるんですよね、あちこちに行くと。モアイがいて、あと帽子かぶってたりするんですよね、この辺ね。はい。で、このビーチなんですけどもね、ここ一応ピンクビーチって言われてて、このね、砂浜がピンク色に見えるってことでピンクビーチって言われてるみたいですね。はい、まだまだイースター島続きます。で、今度はね、朝日とか夕日を見に行きましたね。僕ね、多分7日間か8日間ぐらい行ったんで、ほんとここでね、ゆっくりね、見てましたね。これ朝日かな。はい、朝日が上がるのをひたすら早く、起きて、待ってました。で、イースター島はですね、こういうとこに行くのに、どうやって移動するかっていうとですね、レンタカーで、レンタカー、車じゃないな、バギーみたいのを借りていくんですよね。うん。で、ちょっと厄介なのが、左ハンドルで、ミッションが多いのっていうことですね。で、僕自身もね、ミッション運転できるんですけれども、左ハンドルってなるとね、日本で習ったのとは手が逆なので難しいなと思ってたんですけど、なんか一緒に行ったね、その女性の方がね、関西のね、アルゼンチンで出会った方ですけど、その方がね、もうバリバリの大阪の方で、なんだろう、強いんですよね。かっこいいですけど、その方が全部運転したるわーって感じで全部運転してくれたんで、ほんと助かりましたね。うん。で、こういった感じで朝日を待って見てましたね。いいですよね。で、タハイってところの夕日も見に行きました。このようにね、もうなんか夕暮れになってくると、ほんとのんびりしていい街なんで、みんながね、ゆっくりくつろいでますね。で、ここの辺はね、潜れる場所ですね。イースター島は海の中にもね、モアイが、建てられてたりっていうか、建てたのかな？うん。モアイが眠ってるので、それを見に、ダイビングできたりしますね。で、馬もいたり、人がね、こう寝っ転がってたりっていう、ほんといいとこです。このまま皆さんね、夕日を沈むのを待ってますね。はい、こういった感じで、夕日が沈んできますね。モアイをバックに夕日が沈むところで、なんか人生をね、これからどうしようとか、幸せだなとか感じながら、見てましたね。はい。で、イースター島その他ね、観光スポット見ていきます。まあ、いろんなね、観光場所があります。本当レンタカー借りていけば行けるんですけど、このようにね、はい、イースター島を回っていきますね。この時になるとまたね、宿にいろんな日本人のね、旅人が来てるんで、一緒に回らさせてもらいました。で、ここもね、虹が出てたりね、本当ありがたいですよ。虹、いいですよね、イースター島で虹っていうのはね。で、モアイもね、本当にあちこちいますね。いや、すごいな。また行きたいな。なかなか行けないですね。またこう歩いてると、ほんと虹がボーンって出るんでね。虹を見ると幸せになれるって、なんかどっかで思いますよね。はい。このように回っていきますね。本当にね、あちこちにモアイいるんで、なんか全ては撮れないんですけれども、思わず撮っちゃいますね。あと、イースター島の星空も撮ってみましたね。うん。なんかほんとね、真っ暗なとこ行けば、ほんと星空もいっぱい見えますね。で、イースター島って飛行機がね、ラン航空しか止まらないんですけど、ここがね、ほんとめちゃくちゃ近くまで見れるんですよね。僕は真下まで行ってみてみましたけど、このようにね、こんな近くまでほんと上を通っていくんで、で、すぐそこが空港なんでね、そういうのも面白かったですね。で、イースター島でね、ほんとたくさんのね、世界一周してる人や、ダイビングインストラクターの方とかね、ほんとたくさんの方と出会ってね、一緒にこう歩いて話しながらね、旅してましたね。大体ね、こう旅来る人たちってみんないい人たちなんですよね。まあ、日本人特にそうですけど、ほんとなんか気も使えるし、ノリも一緒だし、楽しくてしょうがないですよね。で、みんなで夕日を見てました。こんなね、外国人もこんな遊びをしてたりとかね、楽しそうですよね。人生楽しんでますよね。はい。このようにみんなでね、出会った旅人でイースター島を満喫していくって感じでしたね。で、この後僕はね、イースター島から、アタカマっていうところに移動していきます。で、この時もね、ラン航空のビジネスクラス乗ってますね。このね、エコノミーはいっぱいなんですけど、ビジネスもほんとガラガラなんですね。僕ともう1人、2人ぐらいしかいなかったですね。ここでね、ゆっくり、ディナーとか食べながらね、シュリンプカレーだったかな、なんかカレーとか食べながら移動しましたね。で、この時に君の名がね、ちょうどね、もう見られるようになってて、僕はここで初めて君の名を見た感じでしたね。はい、で、これでアタカマ到着しました。チリのね、上の方にあるんですけれども、このアタカマっていうとこからウユニに抜けていけます。あともう一個ね、僕はここはメインにしてたことがあって、アタカマ砂漠っていうところがね、世界のね、中でも有数の星空スポットで有名なんですよね。なんで有名かっていうとですね、まあ、有名なところはハワイと、ニュージーランドのテカポコ、このアタカマ砂漠なんですね。このアタカマ砂漠に世界一と言われるアルマ望遠鏡っていう望遠鏡があるんですよね。これごめんなさい、ちょっと後で紹介しますね。で、これは街中です。はい、ほんと、あ、これホテルですね。もうホテルとか宿もね、ここに結構旅人が移動する拠点としてるので、宿もいっぱいあって、で、街もね、雑貨屋が可愛くて、女性の方多分好きだと思いますね。で、教会もあったり、本当にね、ちっちゃい街ですけれど、ここでね、皆さんツアー予約して、いろんなとこ方面に行ったり向かったりしてますね。うん、可愛い雑貨があるんで。で、特にね、ヨーロッパの方とかアメリカの方がね、南米にね、1ヶ月ぐらい休み取ってね、旅で来るっていう人多かったですよ。本当にね、やっぱヨーロッパとかって有給をね、1ヶ月使えて、ほんと家族でね、ゆっくり南米を旅するとか、そういう人が多かったんで、面白かったですね。はい。で、先ほどごめんなさい、星空の話をしていきます。ここにですね、アルマ望遠鏡って世界一見られるって、世界一すごい望遠鏡があるって言われてるんですよね。で、これでビッグバンやブラックホールとか、そういう調査が行われてるそうです。ここのね、望遠鏡有名なんですよね。で、これは5000メートルの高さにあるんですけど、そこはね、ちょっと一般の人は入れないんですけど、そのアタカマ砂漠から見る星空をね、めちゃめちゃ楽しみにしてました。
で、ただね、雨季だったので、ちょっと天候心配してたんですけどね、この日はちゃんと晴れてくれて、でね、ここで出会った日本人の子が、まあ、その、南米はスペイン語圏なんで、英語話せないでね、なかなかツアー予約とかも大変かなと思ってたんですけどね、たまたま出会った日本人の子たちがいて、その子がスペイン語ペラペラだったんで、その子が全部予約してくれて、その子と一緒に来ましたね。はい、このように、もうすごい天の川が見えて、めちゃめちゃ星空だらけです。で、この予約してくれた男の子ですね、ちょっとこの子をバックにしてこうやって撮るとね、ちょっと映えますよね。はい、このようにね、世界一美しいっていう星空を見てきましたね。この後もね、僕はハワイ島に行ったり、ニュージーランドテカポコでね、星空を見に来ました。この辺時もね、僕は新月を狙って行ってますね。前回、サハラ砂漠でね、満月の時に行って全く星空が見えなかったっていう大失敗をしたので、こういう星空スポットはもう新月を狙って日程を組んでいってますね。本当に、やっぱ星空をね、満天の星空を見ると本当幸せでしたね。あと、ウユニ塩湖でね、星空をこの後見るんですけど、その時ももうめちゃくちゃ感動しましたね。で、これ宿から見た星空なんですけど、宿で明るいんですけれども、こんなに見えちゃいますよね。もうぜひぜひ星空見た好きな人とかね、見に行ってもらいたいなと思います。以上で世界一周26カ国目の地理編を終わりとします。